東武与101系貨車は、かつて、東武鉄道に在籍した事業用貨車である。なお、同時期に登場したように1 0 1型についても記する。1960年より投入が開始された環球車。42両が、杉戸工場にて、トム10001系、トム1031系、トフ901型より改造したもの。主に貨物列車の最高尾に連結されていた。当初は、 薄緑色の塗装だったが、1986年より順次茶色に塗り替わった。その後東部鉄道貨物列車の縮小に合わせて徐々に廃車が進み、1997年9月に全廃した。栃木県子ども総合科学館に保存されているよう137-2006年現在、3両が保存されている。よ0 1経過車と、ほぼ同時期に同じように古いトムとフを、 緩急車に改造したものがよ2 0 1系である。相可の汚染専用車として、推進運転に使用するために、タイフォンが取り付けられた車両も存在した。車体構造は400型と、ほとんど同じで、車掌室で入り口の屋根が省略され、小さいひさしがついた程度である。廃車後、4210のみが、宣伝用として個人に譲渡されたが、現在は解体されてしまったと思われる。 ありがとうございます。